それ嘘ですね。はい。ちょっと悪質なデマなんでね。注意してください、皆さん。それとはね、11回打ってもね、途中で消えるんで、多分。途中で多分消えるんで、騙されないでください。11回打ったら多分消えます、どれか。まあ、さすがにこれは、赤か。紫ゴリ押しで間に合わせたかったけどな。赤が来るかな、これ多分、相撲的に。相手のツモ見て赤来るのを把握。いきますね。はい。あ、ピラミッド。いやー、でもこれ耐えない。あ、ごめん、耐えないか。いやー、耐えねえか。一回これ消しに行きましょう。いやー、でもこれ無理かも。一応ね、ダブルが来れば打てるんだけど、ここまで見よっか。打てますね。はい。さあ、ギリギリまで、しっかり見といて、相手ラッキーストレートを、ストレートなら耐える。エキサースとか、エキストか。ギリギリ。どうしたらいいかな、これ。こうかな。で、これでストレートみたいな。しゃっどうしかし相手に打たれてしまうと辛いが、ラッキーが相手ない。ないが、自分の動き出しが遅いんでかなり辛い。相手ヘキサゴンかな？あったあった。赤のヘキサゴン飛んできそう。耐えに行きますか。どうだ？青かな？青がいいかな？赤か。ヘキサゴンは耐えない気がする。耐えないでしょ。黄色。あ、黄色消えたら耐えるな。耐えるけど相手から飛んでくるかな。青か、いいか。青がいいけど。紫にするか。紫にして。打ちますか。さあ、打って、さあ、めちゃめちゃ耐えてるが、おわっと、ラッキー来たさあ、地獄の果てまで耐えた先に、あるか、逆転勝利。地獄の果てまで耐えて、勝った勝ちをもぎ取ったシックスボールパズル参戦。意味がわかんないでしょ。意味がわからない。とりあえず、打っといて。間に合うね、これ。なんだこれ、トリプルヘキサゴンさあ、トリプルヘキサゴンでこれ一撃し、108個振ります、相手に。盤面の数は、114なんで、死にます、相手は。対人相手だと、それはそれで、ちょっとね、やる相手がいないんだよね。だから無理と。OK。OK なんじゃのう。最低迷ったんで。間に合い！間に合わないんですね。これ緑を被せた方が良かったかもしれない。緑が消えると時間のロスがちょっとでかいんで、ここね、被せてしまった方が良かったかもしれないという思った僕でした。最低ヘキサゴンしっかりとこれね、間に合わないんで打てない。さあ、ラッキー。しかし相手ラッキーヘキサゴンあるんで、これね、一回耐えに行きましょい。耐えに行きましょい。さあ相手そっからのラッキーがないので、とりあえず大丈夫。ある、ラッキーあるね。ラッキーあるね、これね。さあ相手ピラミッドが打てるんで、これ死んだか？これ赤にしましょう。赤がいっぱい来ると大丈夫だが。赤がいっぱい来ると大丈夫だが。赤がいっぱい来ると赤がいっぱい。赤がいっぱい。赤がいっぱい。来るという未来？どこへ行った？赤が来るという未来？どこに行った？あるが、しかし相手も赤がいっぱい来てしまうんで、これ撃たれてしまう。さあこれラッキーが起きない。ちょっと厳しい盤面かなと思うんですけど、ラッキーが全く起きない。さあ相手のツモをちょっと見て、チラ見するが、左側高いんで多分自分死ぬと思っているが、とりあえず消えて、これはもう一発撃たれたんで大丈夫かこれ。さあツモを見るという、自分の約束どこかへ行ってしまった。ツモ全く見ていなかった実は。バレてしまったよこれ。ツモ全く見ていないという事実。さあこれ赤が来てるんで撃てる。しかし赤は全然ないのでこれね、入るかちょっと怪しいところ、全く耐えないんですね、これね。しかし黄色がね、これ入ると思ったら入らない。ありがとうございました。しかしここで奇跡が起きるんですね、実は。はい。ここでストレートがね、できます、このように。はい。できませんと。いやー、これ、ワン
ちゃんダブルあったか。いや相手ラッキーがないな。うわー今のな見たかったな。相手ギリギリ間に合うかな。ギリギリ間に合いそう。間に合わない。ギリギリ間に合わないとちょっとしんどいねそれね。これ崩れるのは聞いてないけど、あなんか赤ヘキサゴンがある。なんか知らんとこに、知らんとこに赤ヘキサゴンがある。相手赤ピラ間に合いそうだが間に合わないんだな意外に。しかしラッキーが入る。死んだか、死んだかなこれ。今のタイに行った方がよかった。ああ、今の技作るよりタイに行った方がよかった説あるな。これはうまいでしょ。おし。これは頑張った。これは頑張ったでしょう。受賞。これは受賞でしょ。ああ、これなんか青消えそう。知らんけど。青消えねえか。ごめん、消えんわ。バーストザ・グラビティ。っていうやつをちょっとして。引く。